ジミー・大西は、日本のお笑いタレント、画家。本名は、大西秀明名前の由来は、豊臣秀吉から、衆と元日に生まれたことから明けましておめでとうの、明を組み合わせたもの。大阪府八尾市出身。吉本工業所属。血液型は、A 型、既婚。幼少期、八尾市長、柴谷三成の隣に住んでいた。 言葉を覚えるのが非常に遅く、小学2年生まで喋れなかった。勉強は苦手だったが、運動神経は良く、八尾市立安中小学校時代は、ボーイズリーグの競合である、八尾フレンドに所属。八尾フレンドの4年後輩に、桑田真澄がいる。中学時代も野球部で活躍し、スポーツ推薦で競合の大正大堺高校に、進学したが、 数式を用いたサインが覚えられず、試合中にバッターボックスでサイン数式を地面に書いて計算し、監督に怒られたこともあり、試合に出してもらえず、一年夏から引退するまでマネージャーとなった。野球部の監督は読売ジャイアンツに在籍していた山本浩二の兄で怖かったという。高校時代はいじめられっこで、よくいじめにあっていた。ある日、 国鉄半和線のつくの駅でいじめっ子だった同級生に次に来る快速電車乗りたいから何とかして止めろと脅され裸で線路に突き落とされたジミーが身を停止して電車を緊急停車させたことがあるその後ジミーはすぐ駅員に捕まり学校に連絡されて停学処分を受けたこの事件のせいでジミーの両親は国鉄から請求された 賠償金を借金をしてまで支払わなければならない、はめになってしまった。好きだったアイドルは、早見優石田光も好きだった。高校卒業後は、就職を希望したが、成績の悪さから、就職先が見つからないため、担任教師が、吉本工業に雇ってくれるよう頼み込んだことで、高校在学中からアルバイトとして吉本に入社。放課後や休日に、 何場か月の裏方を務める。赤石アさんまとはこの頃に出会っている。一方、ジュミー本人は、早見優の弟子になりたくて吉本に行ったが、早見優は、吉本所属ではないことを伝えられ、せっかく来たので、吉本に入れてくださいと頼み研究生として、入れてもらったと話している。高校卒業後に正式に吉本に芸人として入り、さんまの勧めにより盆地サムに、 弟子入り当時の憧れは、相田定平だった。吉本新喜劇などを経て、大西小西という漫才コンビを結成したが、どうしても、ジミーだけが目立ってしまうため長続きしなかった。ジミーという芸名は、サンマがテレビで見た野生のゴリラの名前にちなんで名付けたものである。おさむ文化時代は、伸び悩んでおり、吉本から半ば見捨てられている存在だったが、 運転手にならないかとサンマに誘われ、以降サンマが自身の付き人として面倒を見るようになる。ジミーは運転免許を持っておらず、そこでサンマに2週間で免許が取れる、合宿制の自動車教習所があるから行ってこいと言われ、合宿制の自動車教習所に通った。実技試験は難なく合格したものの、漢字が読めず筆記試験に通らなかったため1ヶ月。 立っても卒業できず、試験に落ちるたびに、サンマにお金を送ってもらっていたという。結局ジミーは、免許を取るまで、半年かかった。サンマ曰く、車がもう一台買えたわ。サンマによって、才能を引き出され、数々の一発ギャグを身につけていく。吉本社員の、売れるわけがないという発言は、サンマのモチベーションにつながった。この運転手時代に、 料金所で車の窓を開けるのを忘れて手を窓に思いっきりぶつけて骨折してしまった。渋滞に捕まりさんまはやけにコインドルなぁと言いよく見たら前の車は路上駐車中だった。ワイパーの動きを見ていると眠くなり居眠り運転をしそうになった。さんまが車を運転中誘導を頼まれたがぶつけてしまいぶつかってからもオーライオーライと言い続けた。 笑っていいともの生放送当日に道に迷い、さらに電話の電源を切ってしまい、スタッフに迷惑をかけた等のエピソードがある。特に、人から決まった言葉を振られた後に返すタイプのギャグが有名。ジミーちゃんやってると振られた後の、やってる、やってるや、ジミー頑張れよと振られた後の、お前も頑張れよ。股間を触られた時に発する、ふるさとを、または、 エクスタシーなど。これらのギャグが評判となり、天然ボケ芸人として全国的に人気を博した。ある時、突如として芸人引退を決断したことがある。そのことをサンマに報告したところ、一週間しっかり考えろと言われた。サンマや周囲の人間は一週間もあれば気が変わるだろうと考えていたが、実際に一週間後に意思を確認したところ、 ジミーは、ストリッパーの紐になりますと宣言。その場にいた、大竹忍は、あなた、本当に、バカねと言い放った。芸人として絶頂期を迎えていた1996年頃に、テレビ番組の企画によって、絵画の才能を見出され、画家の道を歩むことになった。松本人氏は、引退に際し、もったいないなぁ。誰も語れへんで。 他にやめなあかんやついっぱい女にとジミーの才能を惜しんだ。またビートたけしも、サンマのふりに確実にギャグで返すジミーに対して、パブロフの犬のような条件反射はすごいな、と絶賛している。元祖天然ボケの伝説を持つ。萩本金一はジミーを、自身の番組、金丼、発見を追い笑った、に寄与したが、このボケが、意図的であれば、 チャップリン以来の天才喜劇役者だとジミーの芸を絶賛し、萩本と一対一で面談することになった。しかし、楽屋から出てきた、萩本の第一声は天然だったね、というがっかりした声であった。これが天然ボケという言葉の由来であると言われている。月定法制も初対面でジミーと二人きりになった時に、法制が何を聞いても、ジミーは、うほ。 うほ、としか話さなかったと10回している。異常に嗅覚が鋭く、番組の企画の、たくさん並べられたスリッパの中から、女子穴の履いたスリッパを当てるというゲームで、警察犬と対決し、見事勝利した。また、絵画修行で赴いたアフリカでは、広大な平原を徘徊している、アフリカ像を匂いで探し当てた。1996年、尊敬する、 上岡隆太郎に、自身の絵画を褒められたことなどから画家として生きていく、ことを決意し、芸能活動を引退、画家に転向する。岡本太郎から、君は画家になりなさいと手紙をもらったことも、引退を決意した要因の一つである。画家に転身後も、吉本興業に席を残しており、三ンの舞台公演への出演、それ以外にも時折テレビにも出演し、 かつての、音ボケぶりを発揮している。サンマのコントライブ、アカシアサンマ、プロデュース今回も、コントだけについては、画家転校後の一時期は、出演を見合わせたが、2002年に10年目の記念ということで、ゲストとして復帰。2004年のパート11以降は、再びレギュラー扱いになっている。2008年7月26日の27時間テレビ内の、クイズ。 ヘキサゴン2にサンマファミリーとして出演。サンマの振りに対する的確な持ちギャグを見せつけ、また中村玉を浅田美代子と共にヘキサゴンファミリーのおバカキャラたちを圧倒するボケを披露した。司会の島田紳介も、このジミーの活躍に、ジミーに久しぶりに会ったけど、前より確実にパワーアップしていると彼を評価している。 クリスマスに向けてイケメンになるために整形手術を行ったことがあった。顎の骨を削る本格的な手術で、12月までは食事は流動食のみで包帯ぐるぐる巻きの状態であるとのことである。しかし、ライオンのご機嫌ようにて、サンマが出演した際、ジミーの整形の話をし、12月にジミーがサンマのところに来たが、 三枚枠、何にも変わっていなかったとのこと。2011年、東野、岡村の旅猿にゲスト出演。十数年ぶりの本格的なバラエティ番組復帰となった。相変わらずの天然マイペースぶりを見せつけ、以降も番組の常連となった。番組内では、プロ級の料理の腕前を披露しているほか、絵を描くことに飽きてきた、やる気がないとも暴露している。 夢は、子供のいない、タモリの養子になり、財産を受け継ぐことである。ほんまでっか ?TBE の、ほんまでっか人生相談で、真剣な場面で笑ってしまうのを何とかしたいと相談。池田清彦は、この人は天才だといい、脳の大部分が、絵の能力に使われていると述べ、無理に直したら絵が下手になる恐れも、とアドバイス。沢口俊之には、 十万に一人そういうのを湧いて、必ず絵、音楽、記憶力のどれかがズバ抜けて良いと言われた。大田和氏絵は、ジミーちゃんは、真剣な空気が怖いと感じているから笑わせようとしているだけで、それで、周りが笑顔になっているから直さなくて良いと思うと、述べた。2016年以降は、タレント活動に、再び軸足を置いている。絵画については、今は描きたくない。 筆は曲げていると発言。中断した理由として、焼き鳥店のアルバイト募集の張り紙に、時給1200円の記載を見た際、自身の作品完成までを換算したら、時給380円となったことにショックを受けたため、また、風俗に行き過ぎて借金が増えたため、それを返済するために戻ったとも語っている。 2020年7月、画家として5年ぶりに新作を発表。朝の光と名付けた、イオントップバリュー買い物用マイバッグで、アカシアさんまから、お笑いとか、人を楽しませるのに、時給は関係ないやろ。考えたら、あかんと言われ、再び画家活動を再開した。ナンバパークス屋上に、設置のモニュメント、天貝の輝き、EX テレビや、 世界うるるに滞在期などのテレビ番組企画にて絵画作品が中象画家などの専門家によって評価され平成の山下清と周囲から言われるようになる1993年に初めて個展を開催動物などをテーマとしたシュールな画風と鮮やかな色彩感覚で画家として注目され脚光を浴びたダウンタウンデラックスの番組内で 芸能人の宝物を専門家に鑑定してもらうコーナーにジミーの絵が登場したこともある。この時、まじまじと絵を見つめていた松本は、そうか、ジミーちゃんには我々がこんな風に見えてるんだ。だからあんななんですねと語り、笑いを誘った。鑑定結果は100万円。口術のボジョレーヌーボーのラベルなど、広く日本国外で、 評価されている点などが考慮されたという。絵画を描くとき、絵の具は水性をよく使う。理由は、前述の通り嗅覚が良すぎるせいで、油性絵の具の匂いを嗅ぐと、頭痛や吐き気に見舞われ、絵を描ける状態ではなくなってしまうため。しかし、後に、油性絵の具も使えるようになった。また、画家として成功する前には、 多くの先輩芸人に絵を描いてお金を借りていたことがあったという。中田カウスはジミーが若手時代お金に困っていたのでジミーの描いた絵を数万円で購入しておりそのまま家の倉庫に放置していたが有名になってから価値が出ると感じたのか家のリビングに額縁に入れて飾っているというパブロピカソの絵を見ようとスペインのバルセロナに滞在した際に アントニオ・ガウディの影響を受けたと言っている。幼い頃から人見知りが激しく、同級生とも馴染めなかったジミーは、いつも優しく接してくれる、幼馴染みの女の子に恋心を抱いた。彼女に、好きだという気持ちを伝えたのが、人前で自分を出した、最初の体験だという。しかし小学校に上がった後、彼女は病死してしまう。死という概念がわからなかったジミーは、 あの娘、すぐ戻ってくるんでしょと食い下がって、教師を困らせたが、その時教室の外で、廊下を彼女が歩いているのを見つけた。再び目をやった時にはもういなかったという。彼を、心配した、同級生の説明で一応納得したが、本人曰く、彼女の幻を見たのは、あの時が最初で最後だったとのこと。現在でも、ダウンタウンのガキの使いあらへんで、 の、罰ゲーム企画など、時折バラエティ番組に出演している。ワイルドだろ。ありがとうございます。